今日も iPad でクリエイトしてますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。 iPad に欠かせないアクセサリーといえばこれ Apple Pencil ですよね。この Apple Pencil すごく滑らかに絵とか文字が描けて、 iPad を使う理由の一つがこのね、 Apple Pencil を使いたいっていう人も結構多いんじゃないかと思います。そんな Apple Pencil だからこそちょっとでも Apple Pencil の書き味を良くしたいっていうふうに思っている方もとても多いと思います。最近はペーパーライクフィルムっていうね、画面保護フィルムがあって、それを貼り付けることによって鉛筆で紙に書き込んでるような質感をね、再現してくれるようなフィルムもあるんですけども、こういったフィルムって書き味はめちゃめちゃ良くなる反面、指でのタッチの仕方とかね、そのタッチ心地とか、この画面の鮮明さっていうのは結構落ちちゃうんですよ。これがまあペーパーライクフィルムのデメリットだったりするんですよね。最近は逆に iPad 本体とか画面フィルムではなくて、この Apple Pencil のペン先の方をいろいろカスタマイズして、紙っぽいね、紙と鉛筆っぽい書き心地を実現しようみたいな製品が結構いろいろ出てきてまして、今回はですね、そんな Apple Pencil の書き味を良くする製品、エレコムさんからですね、いくつか出てたので、それをちょっと使ってどんなもんなのかっていうのをね、レビューしてみようかと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃーんと。はい、エレコムから出ている交換ペン先の2つですね。こっち側が極細タイプっていうもので、ちょっと見てもらうとね、ペン先がすごくこう鉄製でさらに細くなってるんですよね。まあ、これによって狙ったところにね、描画ができるということで、これ結構前から発売されていて、割と使ってる人も多いのかな。なんか結構人気の製品だったりします。でもう一つがこちらですね。滑りにくい交換ペン先で、これはまあ普通のね、Apple Pencil純正のペン先と同じような見た目なんですけども、ちょっとペン先が滑りにくい質感になっているとのことで、ツルツルしたガラスフィルムでも結構書きやすくなるような、こちらはね、最近発売されたばかりの製品です。でも実際僕ね、数日間これ両方も使ってみました。その使ってみた感想をね、先にちょっともうお伝えしておこうと思うんですけども、こっちの極細タイプ。これは正直まあいいところもあるけども、デメリットもあるなっていうふうな感じがしました。で、一方でこの新しい滑りにくいタイプのペン先っていうのは、まあ、そこまで劇的な変化はなかったものの、純正品よりは全然いいなと思ったので、まあ、交換してもいいのかなというふうに思ってます。まあ、こんな感じのレビューになると思うんで、まあ、その理由とかはね、これからじっくりお話していこうと思います。じゃあ早速いってみましょう。そしたら先に現物をちょっとね、お見せしようかなと思います。まずはこのシャーペンのような書き心地交換ペン先、極細タイプですね。これ先端がこんな感じの金属製になっていて、先端が1ミリということでね、めちゃめちゃ細くなっているペン先になっています。これは Apple Pencil 第1世代にも第2世代にも使えます。早速ね、上げていきましょう。というかもうね、僕実際開封して使ったんですけども、ちょっとね、開封のところもお見せしようと思って、もう一回梱包してみました。じゃじゃーんと。はい、これはね、2本入りになってます。はい、こんな感じのペン先になってます。この先端の金属わかりますかね？めちゃめちゃ細いです。じゃあ早速ね、これ装着していきましょう。こうやって先端のペン先を外します。そしてこちらに交換してやって、はい、こんな感じでね、装着感は全然問題ないですね。ということで、冒頭でも少しお話したんですけども、実際僕ね、このペン先を使って、数日間ね、文字を書いたりしながら、いろいろ試してみました。そこで感じたことっていうのをね、今からいろいろお話しようかと思っております。まずは、この製品の特徴である、ペン先が細いってところですね。細いペン先がいいのってどういうところかっていうと、ペン先が細い分、iPad の画面がね、覆いかぶさる部分が少なくて、ペン先のこの細かなディティールが見えやすいっていう部分が挙げられますね。やっぱりこうやって見比べてもらうと、純正のペン先よりもね、ぐっと細くなってる分、画面がすごくまあよく見えるんですよね。なので、例えばイラストを描くときとか、文字を描くときもそうなんですけども、細かい線とかね、細かい点を打ちたいときに、画面を覆い隠すことなく、すごく視認性が高くなるっていうのが一つ目のポイントかなと思います。で、次に二つ目のいいところとしては、ペン先が細いから、今ここをタッチしてるよってところがね、よりこう分かりやすくなるって点も挙げられると思います。ここをタップしようっていうふうに、狙ったところにちゃんと、描画の点を打ち込めるところは、メリットかなとは思ったんですけども、一方でですね、ちょっと自分の見る角度とか画面のなんか方向なのかな、そういったいろんな要因が交わって、なんか自分のいたしたところに点が打てないような感覚がたまにあったんですよね。なんていうか、よりペン先がこう細くなったことによって、ここに点を打ちたいっていう自分の期待値っていうのがよりこうね、正確になったので、そこに対してきちんと画面とのこの示唆というか、よりこの精度の乖離っていうのが分かりやすくなってしまったがゆえに、なんかちょっと意図したところと違うところから書き始めてしまったなっていうのが何度かありました。
なんかね、こう太いペンを使ってると別に正確にここに点を置きたいっていう風にそこまで期待してないからこそ、なんとなく雰囲気でパーッと書いたんですけども、細くなることによってこちら側の期待値というか、ここにペンを置きたいっていう風に期待値が上がるからこそ、どうしてもね iPad とか使用上ってペン先タッチした部分と実際に描画が行われる部分っていうのは若干こうずれちゃうんですよね。これはデジタルタブレットとスタイラスペンの宿命的なところだと思ってるんですけども、そういったちょっとしたね使用上仕方がないズレっていうのがよりこう分かりやすくなってしまうってところは、一方でちょっとデメリットでもあるのかなというふうに思いました。あとはペン先がこれね金属製になってるんで、ずっとねペンを書き続けてもペン先が摩耗しにくいっていうのもこのパッケージのように書かれてるメリットだなというふうに思います。やっぱりね、僕なんかはそんなにペンをガシガシ毎日使うわけじゃないんで、そこまでペン先のね摩耗は激しくないんですけども、イラストレーターの方とかって本当に1日何時間も何時間も使うんで、ペン先がすぐ摩耗しちゃうって話よく聞くんですよね。そういう人にとってはこういう金属であるほど摩耗が少なくなるので、耐久性ってのは高くなるんじゃないかと思いました。あとはデメリットとしては、これもねパッケージにこう逆に特徴として書かれてるんですけども、サラサラした書き味っていう風に書いてるんですよ。これペン先が金属製なので、この普通のアップルペンシルのペン先よりもちょっと滑りやすさが増してるような気がします。ペン先の材質の違いでちょっと画面上滑っちゃうような感覚があるので、こうなんか僕なんかはペーパーライクフィルムとかみたいにしっかり引っかかるような書き味が好みなんで、あんまりここはねよりちょっと滑りやすくなってこう書きづらくなっちゃったなっていう風に思ったんですね。ただここはなんか絵描きさんとかだったらねさらっと描きたいって人もたくさん世の中にいると思うんで、ほんとここは製品の特徴なので、なんかよりこうしっかりとした摩擦感がある方がいいのか、さらさらっとペン先をね滑るように描けるようなものがいいのかってところで選び分けてほしいなっていうふうに思います。であとはですね、イラストを描くとき、これもちょっと注意なのかなと思ったのが、Apple Pencil ってペン先の角度によってペンの太さを変えられるっていう機能があるんですよね。このペンの横向きにこうやって使うと、鉛筆のねこの先じゃなくて腹を使ってるような感じで薄くこう色を塗る感覚で使いたいっていう風な、ああいう機能ですね。でもちろんこのペン先を使っててもその角度によってペンの太さって変わるんですけども、これねペン先がほんとシャーペンみたいに細いんで、なんていうかな、こう横に向けても接地面はすごいシャープでピンポイントなんですよ。でもこの傾きは検知してくれるんで、実際の描画はね横にするともちろん太くなっちゃうんですよね。なのでペン先はすごく細いけれども線は太くなるところが、ちょっとねこれこう使っていく上で違和感がある人もいるんじゃないかなと思いました。純正のペン先の場合は本当に鉛筆のような形状をしてるんで、横に倒してあげるとちょっと接地面っていうのがね広くなって、それで鉛筆の腹を使って広範囲に塗りを行うみたいな、物理的に自分たちが慣れ親しんだ鉛筆の感覚っていうのを踏襲されてるんですけども、こっちの場合はちょっとここは自分たちがアナログで慣れ親しんだ感覚とは違ったこの使い勝手になるので、ここも購入前にデメリットというか注意が必要なのかなというふうに思いました。そうして僕にとっては結構ね Apple Pencil の使い勝手、僕の中ではより紙と鉛筆のような引っかかりの部分、摩擦感ってのをすごい重要視しているので、この製品はこのペン先がすごく細くてシャーペンっぽく描けるっていうところは確かに、ペン先の細さって意味では再現されているんですけども、その絶妙な摩擦感って意味では純正のね普通のアップルペンシルのペン先よりもちょっと落ちちゃうというか、より滑りやすくなってしまうので、僕にとってはあんまりこう刺さんなかったなというふうに思います。ただこの製品が悪いってわけじゃなくて、今話した通りデメリットとメリットっていうのがねこう共存しているような感じなので、この製品が合うなっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そしたら次はこちらですね。最近発売されたばかりだと思うんですけども、この滑りにくいタイプの交換ペン先、これもちょっとね実際開封して装着しています。はい、製品のパッケージこんな感じで、ツルツルしたガラス面でも書き心地アップということで、滑りにくいタイプのこのねペン先になっております。でこれもですね、Apple Pencil 第1世代と第2世代どっちでも使えるようになっております。でさっきのですね極細タイプのやつはペン先チップ2つ入りだったんですけども、こちらはね滑りにくいタイプはペン先3つ入っています。純正のペン先と比べるとこんな感じ、この上の方ですね、これが今回試してみるエレコムの方で、下の方がアップル純正品です。なので形状はほんとねもうほとんど変わんないというか、ウリ2つですね。でこの表面の素材感がちょっと違うことによって滑りにくさっていうのを表現しているような感覚だと思います。はい、こんな感じでキュッキュッキュッと回して
つきました。これもですね、もちろん装着感は何の問題もないですね。隙間があったりとかガタつきがあったりとか、そういったことは皆無です。はい、そしてこちらもですね、もうすでに僕1日2日実際に使って試してみました。で、使ってみた感想としては、純正のペン先よりは確かに滑りにくくなってるし、ペンの書き心地は良くなってると思います。ただまあ劇的に変わってはないなっていう風な感じがしましたね。まあ正直なところ。どういうことかっていうと、なんかね、ちょっとペン先が柔らかいんですよ。なので、この画面にコンコンって当たる時の純正はちょっとコツコツコツっていう風に言って、あんまりこうね、紙とペンっぽさないんですけども、このエルコムの方はちょっと柔らかい素材なんで、トントントンっていう風な画面のタッチ感覚なんですよね。まあ、これがまず一つ、こうよりソフトな書き心地ってところにかなり貢献してるなっていう風に思いました。ここはね、結構ね、違いが分かるなっていう風に思います。一方でこの滑りにくいってところなんですけども、これはまあ純正品に比べるとややまあ滑りにくくなってるなっていう風な気はしますね。ただこれはなんかペーパーライクフィルムのような画面への引っかかりっていうよりも、ちょっと材質がゴムっぽくなってるんで、まあ、ガラス面とゴムの引っかかりっていう風な、まあ、こういうところで滑りにくさっていうのを表現されているような、まあ、使っててね、感覚を感じました。まあ、純粋な滑りにくさで言ってもやっぱりペーパーライクフィルムの方が上なんじゃないかと思いました。滑りにくさで言うと、例えば、まあ、純正のペン先が1だとすると、なんかエリコムの方は1.1 ぐらいかな、 10% ぐらい滑りにくくなってるなみたいな感覚があります。で、一応ね、この製品パッケージの裏にも書かれてるんですけど、ペーパーライクフィルムと一緒に使ってしまうとペン先の摩耗が結構、ね、早く進んじゃうらしいんで、あんまり推奨されてはいないんですね。ただまあ一応僕もペーパーライクフィルムを貼った iPad mini 6でこれね、使ってみたんですけども、別になんかペーパーライクフィルムと組み合わさることによってより滑りにくくなるかみたいなところで言うと、あんまり変わんないかなっていうふうに思いました。というわけで、ここまでなんかいいのか悪いのかみたいな若干微妙な感じのね、話し方だったんですけども、まあなんというか、純正品よりは確実にちょっとだけどいいんですよ。なんかめっちゃいいわけではないけども、純正品より確かに滑りにくくなってるし、そうタッチ感っていうのはかなりソフトになってるんですよね。なので僕の場合はまあちょっとでも滑りにくくなると字は確かに書きやすくなってるなとね、ちょっとだけですけども思ったし、全然ね、純正品よりはいいんじゃないかなっていうふうに思っております。なので個人的には純正品じゃなくて、これからね、まあ、こっちの方を使っていこうかなと思ってます。はい、というわけで今回はですね、エリコムから出ているアップルペンシルのペン先カスタマイズパーツのね、製品を2つ試してみました。まあ、最終的にはですね、僕はこの純正品よりはこの滑りにくいタイプのものの方がなんか大きなメリットはそんなないんですけども、まあ、少なくとも交換することによるデメリットはない分、ちょっとしたメリットっていうのを受けられるので、このエリコムのものを交換して使っていこうかなと思っております。これどっちもですね、この滑りにくい方も3本入りで1600円とかで、こっちは2つ入りで1600円とか、まあ、それぐらいで Amazon で購入することができるんで、もし気になった方はですね、まあ、試してみて、まあ、使ってみればいいんじゃないかと思います。こっちのね、交換ペン先、この極細タイプの方はデメリットもあるけども、ハマる人はめちゃめちゃハマるっていう風な製品なのかなと思いました。で、一方でこの滑りにくいタイプの方ですね、まあ、こっちは劇的な効果はないかなとは思ったんですけども、とは言っても純正品よりはいいというか、純正品より付加価値が乗っている製品なので、まあ、実際購入してね、試してもらうと、あ、なんか書きやすくなったなっていうふうに思うんじゃないかと思います。まあ、こんな感じでね、今後もこういうペン先製品ってたくさん出てくると思うので、まあ、僕も気になったものがあれば実際購入して、まあ、正直にね、今回みたいにそんな変わんないよとかね、メリットデメリットあるよとか、こういうところをお話しできればいいかなというふうに思っております。というわけでね、皆さんもなんかこの製品どうですかってものがあればコメントとかで教えていただけると幸いでございます。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。